こんにちは、意識出版の岩井です。今日も昆虫たちの不思議な性の世界から、面白そうな記事を紹介してみたいと思います。今回はゴキブリの話ですね。ゴキブリの求愛行動、交尾行動の話なんですけどこれも私がイラストを描きましたけど、これ以外にも結構描いてるんですけど、まあ思い出すだけで結構気持ち悪いですね。元は写真であったり動画、ナショナルジオグラフィックの動画なんかを参考にして描いたりしたんですけど、まあおぞましかったですね。これなんかまだこの一つのペアでしかなかったんですけど、僕が見た動画はなんか何百匹何千匹っているようなゴキブリがこういう交尾行動をしてるやつで、まあ3日ぐらいはずっと頭の中に残りましたね。まあ思い出深いっちゃ深いけど、ちょっと気持ち悪かったですね。でこれもゴキブリなんですけど、でゴキブリの交尾姿勢というのはちょっと特徴的でこれ上がメスなんですね。メスが上になって交尾を成立させているとで、まあ珍しいパターンですねだけどメスが上になると結構昆虫だと、まあ、ちょこまか動いちゃって交尾が成立しないパターンが結構多いらしくてですね。でそのために、ゴキブリではオスの背中側からメスが好む分泌物を出して、それをメスが食べたり、まあとにかく引きつけている間にオスが交尾を成立させるとでオスは見てないですから分かんないんですね。こっち下側で顔こっち向いてますから。だけどオスがこの背中側にあるセンサーみたいな毛があるんでらしいんですけど、それでメスとの位置を確認して生殖器を結合させて、で交尾を成立させると。でメスが、分泌室、メスが好む分泌物をこうやってなんか漁ってる間に精子を送り込むと。一旦こう生殖器が結合するとなかなか取れないようになってるんで、まあちょこまか動いたとしてももう全然大丈夫だという感じなんですね。もうお互いそっぽを振り向きながら、そっぽを向きながら交尾を完了してしまうっていう話です。なかなか面白いんですけど、やっぱり思い出してもちょっと気持ち悪いですけどね。生殖器を結合させてメスが、まあ、いろんな交尾のパターンがあって面白いですね。今日はこんな感じです。どうもありがとうございました。